ボルチモア型従順洋艦のネームシップ、ボルチモアだ。海軍条約の制限を受けずに、初めて設計、建造された従順であり、それゆえに、当時における様々な最新兵装を搭載できた。この艦隊で、自由と正義のために、人働きさせてもらう。やあ、助けを求めてるのはあんたか 私はボルチモア。通りすがりの従順洋館だ。と、冗談はここまでにして。ボルチモア、着任した。指揮官、よろしく。さて指揮官、仕事を始めるか。できること、すべきこと、そして実際にすること。取捨選択が必要だ。 指揮官は一番うまくできることに集中すればいい。仕事はきっちりこなしてみせるさ。ま、指揮官の部下として当然だな。あれがクイーン氏ず、ずいぶんと姿が違うな。それもそうか。違う艦船が同じ名前を持つ。別におかしくないな。 力だけでは根本的な解決にならない。指揮官、私が言うまでもないと思うが、このこと、くれぐれも忘れない方がいい。酸素コーラを持ってきてくれるのかどうも。やっぱり効くな、これ。今の、効かなかったことにしてくれ。 ミッションか。よし。まずは一覧表を確認する。ミッションボーナスだ。改造や修理の資金があれば助かるな。指揮官、通信だ。もう少しこまめにチェックした方がいいかもな。指揮官、怪我はないか委託が完了した。少し動きたいから、次の委託は私に任せてくれないか よしだんだんフィットしてきたな全艦、フォーメーションスタンバイお前たちの力、正しい道に使うべきだったな。正しい道でも、つまずきがあるものだな。間合いは十分仕留める慌てるな集中しろ指揮官、もう少し、 心に余裕を持たせた方がいい。正しいことをしようとする意志さえあれば、それを口にしなくても、人は正しく生きていける。指揮官が正しい道を進むことを祈っているよ。さて、堅苦しい話はここまで。次は何をすればいい指揮官さえ良ければ、こっちは割と何でも相談に乗れるから、 困ったことがあったらどんどん頼ってくれ。お買い物に一緒に行ってほしいかいいよ。お安いご用だ。ついでにデートも構わな。ちょ、ちょっと待て。デートって、あのデートかどうする。やっぱこういうのは慣れないな。もっと女の子っぽく振る舞った方が。あ いや、これはあくまで私の問題だ。<laughs> ったく、指揮官のそばにいると調子が狂うな。はい。私もずっと指揮官のそばで苦楽を共にし、永久に愛を捧げることを誓おう。え、えっと、な、指輪をつけた後は、あ、な、なんだちょっと、何をする あーウィチタ、頑張りすぎるなよ。いいコンビネーションができそうな感じだな。